こんにちは、早稲田大学から来ました川瀬亮介です。ポジションは、ウイングフルバックやってます。よろしくお願いします。こんにちは、早稲田大学から来ました小林健太です。プロップをやっています。よろしくお願いします。僕はそうですね、いくつかのチームを見学させてもらった中でやっぱりサントリーが一番自分にとって成長できる場所なんじゃないかなって感じたのでサントリーしました。同じポジションに日本代表の選手が多くいて、まあ日々の練習の中ですごい競争があるということで、まあ、毎日チャレンジできるかなっていうのはあって、はい、サントリーを選びました。まあ、自分の強みはまあ、プロップってなるとやっぱりスクラムが注目されると思うんですけど、まあ、そういう部分だけじゃなくて、まあ、フィールドプレーでのハンドリングなどが自分の強みだと思ってます。僕は、まあ、スピードに自信があるので、まあ、ボールを持った時のランニングだったりとかカウンターアタックするんです。ラグビーをするだけじゃなくて、まあ、仕事をするっていうところで社員の人は練習終わった後にスーツ着て仕事行ったり、まあ、そこが学生と本当に違うなっていうのは思います。カスはなんか思う。ちょっと硬いっすね。いやなんかむずいっすこれ。はい、長かったですね。はい。そうですね。二人とも関西出身なんで、はい、オフになったらお互いの家泊まり行ったりしますね。あ、料理好きです。はい、はい、めちゃめちゃうまいっす。普通料理ですか。鶏と野菜のスープ。美味しそう。マイブームか。僕は結構アニメとか見るのが好きなので、まあ、なんか休みの日というか、まあ、時間とかちょっとあったらアニメとか見たいし、僕結構カーテンの影響でアニメ見るようになりました。これは見てほしいな。ネットフリックスにあるんですけど、バイオレット・エヴァーガーデンというアニメあるんですよ。泣けます。マジで。はい、泣けます。10話で。まあ、趣味は、まあ、新しいスープの、メニューを、はい、考えることですかね。得意料理は、鶏と野菜のスープです。はい。僕はやっぱりフィジカルのところとやっぱりそのラグビーのスピード感っていうのは全然違うなって感じてて、初め来た時やっぱパス早すぎてなかなかうまくキャッチできなかったりとか、やっぱりボール持って大学の時だったら前出れてたところが全然前出れなかったりとかしたので、そこはやっぱり全然違うなって感じです。まあ、学生の時は大学に外国人選手いなかったので、まあ、そこが一番違うところで、どういう言葉を選べばいいのかなみたいな、その、まあ、英語が喋れないっていうのはちょっと弱点ではあるんですけど、今の目標は、まあ、少しでも早くリーグワンデビューできるように、はい、したいなと思ってます。はい、まあ、僕も一日でも早く試合に出るっていうところは目標にしてます。これから試合に出られるように日々頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。僕が試合に出た時は会場に来て応援してください。よろしくお願いします。 OK! ナイス。